そんなとこ行ったって本しか売ってるだけじゃ面白くないわよ。ねえ、こんなのどう？こんなのって何よ。気味悪い男ね。ちょっとどいてよ。ねえ、あんたたちね、馬へ乗ってあの標的の方から走ってくるのよ。その辺線を一本引いといてね、あたいがそこへ来たらこのコンパクトを投げるわ。それをね、馬で走りながら撃つのよ。ねえ、どう？お姉ちゃん、それは無理だよ。いくらこの人たちの腕を出してでも。どうして？よし、それでやろうじゃねえか。ああ、お兄さん話せる。ねえ、あんたどう？受けて立てる？立てるとなんだよ。立つに決まってんじゃねえか。これから聞けなくて聞きあったら、しむいちゃうね。ビロッと、もう土砂が来ちゃったもん。ああ、バクバク来ちゃった。ねえ、あんたたちね、このコンパクトの真ん中に当たった方が勝ちってことにしましょうよね。おじさん、マイクしてちょうだい。これより決勝戦を行います。双方が走る馬上より投げ上げたコンパクトを打ち、真ん中に当たった方を勝ちといたします。ねえ、この印はあたいのハートよ。これを打ち当てた人にあたいのボディもハートを投げちゃうわ。ねえ、どう？じゃあ俺から行くぜ。取られて悔しいわね。どっちが先に乗ったっていいじゃねえか。